サンティジョバンニエ・パオロ聖堂レビケの共演、または、レビケのキリストは、イタリア、ルネサンス期のベネツィア派の画家パオロ・ベロネーゼが1573年に制作した絵画である。油彩。16世紀最大のキャンバス画の一つで、1563年に。 制作した、金の婚礼を超える高さ560センチメートル、横幅1309センチメートルもの大きさを誇る、ドミニコ海のサンティジョバンニエ・パオロ聖堂の食堂の壁を飾るために制作された。かつて、この場所には、キツヤーノ・ベチェッリオの最後の晩餐が飾られていたが、1571年の火事で消失したため、以前の作品と置き換えることを目的に、 同じ主題の絵画作品が求められた。しかし、制作された絵画は、ベネツィアの異端新聞書の裁判による調査に発展したため、最終的に主題を、新約聖書、ルカによる、福音書、第五章で語られているレビッケでの共演のエピソードに変更することで決着した。このことは、芸術家が画面に付け加えた名文からも明らかである。現在は、 ベネツヤアのアカデミア美術館に所蔵されている。ルカによる福音書第5章によると、レビは館でイエス・キリストのために宴会を盛大に催したが、修税理やその他の多くの人々も招かれていた。ところが、パリサイ人や立法学者たちがイエスの弟子たちに対して、なぜあなたたちは修税理や罪人などと飲食を共にするのかといった。 これに対してイエスは答えて、健康な人は医者を必要としない。必要とするのは、辞める人である。私が来たのは、基人を招くためではなく、罪人を招いて食い改めさせるためであると言った。もともとこの絵画は、火事で消失した、同じ主題のティツヤーノの絵画の代わりとして、最後の晩餐を描くことを意図していた。ベロネーゼは1563年にも、 サンジョルジョ・マジョーレ協会のために対策カ金の婚礼を制作した経緯があり、本作品より一回り小さな画面に100を超える人物を書き込んでいる。ところが、今回の最後の晩餐はそれよりも、はるかに少ない約50人ほどの人物であったにも、かかわらず、いくつかの要素が不適切という理由で、異端審問書から尋問を受けることとなった。その結果を受けて、 ベロネーゼは主題を、ルカによる、福音書、第5章で言及されているイエスが招待された、レビ家での共演に変更した。したがって、実際にこの絵画で起こっている出来事は、最後の晩餐でのキリストの一人の弟子の裏切りについての発言であり、それは、周囲の混乱によって示唆されている。ベロネーゼは、最後の晩餐を過去に起きた出来事ではなく、 今この瞬間に繰り広げられている神学として描いた。そこで絵画は、数奇教やベネツィア風の貴族、料理人、球児はもとより、同化し、子供、鼻から出血した男や、複数の奴隷、ムーア人、トルコ人、酒に酔ったドイツ人など、同時代的なベネツィアの多くの人物と、華やかなローマ建築で満ち溢れているが、 これらの人物群は宗教的な芸術作品には不適切とみなされたのである。宗教的な出来事は画家による追加を極力抑え、起こった出来事に可能な限り近づけて描かれるべきであるというのが教会の考えであったが、依頼主のサンティジョバンニエ・パオロ聖堂がドミニコ会の教会だったことはベロネーゼにとって不運であった。というのもドミニコ会は、 異端の弾圧を全面的に任されるほどの強硬な会派だったからである。絵画は背の高いキリスト像を中心に宴会が行われていることを示している。キリストは聖ペテロと聖ヨハネの間に座り、聖ペテロは調理された子羊を分配するべく切り分けている。イスカリオテのユダと館の主人はテーブルの反対側にいる。キリストは輝く青緑色のローブを着ており、 周囲の人々は多色性の輝きの中で様々な位置やポーズで相互に作用している。ベロネーゼは異端審問の場で絵画の説明を求められたため何人かの登場人物についてその意図するところを語っている。例えば画面左で鼻から出血している男は使用人である。ハルバードで武装した二人のドイツ人兵士は画面右で葡萄酒を飲んでいる。 ベロネーゼは裕福な館の主人ならば当然警備のために雇っているだろうとの考えからこれらの兵士を場面に追加した。対してオウムを持った道化師は純粋に装飾的な考えから追加している。またベロネーゼは古代彫刻の研究の成果を画面に盛り込むことも忘れていない。右側の柱の近くに立っている羊はグリマーニコレクションのアウルス・ウィテリウスの胸像に 基づいている。共演は三連祭壇画を彷彿とさせる、ロッジアの大きな柱とアーチに囲まれている。アーチ状の通路はまた外線門を思い起こさせる。この文脈では、これはキリストの復活による死に対するキリストの勝利の比喩である。外線門は古代ローマで一般的であり、目立つ場所に配置されていた。図像の中央部は、 構図の両側に配置された二つの階段が焦点として作用することで補強されている。階段は干渉者の目がキリストの姿に向かって移動するように促している。絵画の建築構造は教会に通じる階段で、知られていた北イタリアのローマ風の教会に似ており、キリストの後ろに建築物を配置しないことで、そこに天国とも思える空間を作り出している。この構図ではベロネーゼは、 千円金法を使用しなかったが、むしろ単一の消失点ではなく、異なる点で対角線が収束することを選択した。これは絵画の大きな外観と視聴者が作品を鑑賞する際に様々な角度から見るだろうという懸念から千円金法に反対した可能性が考えられる。作品の空間配置は画家にとって最も重要であったと思われる。 証言の中で彼は、異端審問書を起こらせた人物群は、キリストとその使徒たちとは異なるレベルで、具体的に追加されたと述べている。ベロネーゼがこの作品を完成させてから約3ヶ月後の1573年、異端審問書は、最後の晩餐の描写に不適切と思われる要素について質問するために、ベロネーゼを召喚した。ベネツアの異端審問書は6人のメンバーで、 構成されていた。異端審問の目的は宗教的及び政治的レベルでベネツィアとローマ間のバランス感覚を維持することであった。ベネツィアでは異端審問書は一般的に厳しい判決を下すことはなかったが彼らは死刑宣告を発動する力を持っていた。そのため彼らの尋問は真摯に受け止めるべき出来事とみなされた。一説によると ベロネーゼが尋問されたのは異端審問官が彼にこの仕事をする能力があることを示すためであった。これが必要とされたのはローマ教皇と直接連携していた新しい教皇施設がベネツィアを訪れていたためである。この説によれば尋問は異端審問所のメンバーを取り巻く状況の結果であり、言い換えればそもそもベロネーゼの作品があるいは 作品の図像学的な問題についてではなかったと推測できる。フランチェスコ・グアルディの1782年、サンティジョ・バンニエ・パオロ修道院の食堂で総督を去る、教皇ピウス六世、1782年、画面左用の壁に、レビ家ケの共演が飾られている。クリーブランド美術館所蔵、アカデミア美術館の展示風景、ルネサンス期では、 画家が物語や場面をどう描写するかについてパトロンが詳細な注文を出すことは滅多になかった。建築理論カレオン・バッティスタ・アルベルティが1435年の絵画論文で述べているように構図はしばしば画家に一任されていた。これは画家だけが構図の選択を判断する状況につながった。芸術家がパトロンに与えられた主題から 独自の構図を作成することが一般的な慣習であった以上当然のことながら異端新聞書はパトロンではなくベロネーゼを裁判に召喚した。尋問ではベロネーゼは絵画に同化し酔ったドイツ人、Y 人及びその他の品性を書いた人々また同様に豪華な衣装や舞台が含まれている理由の説明を求められた。 裁判記録によるとベロネーゼは絵画には彼らによって埋めるのに十分な空間があったと主張することで自身の作品を擁護した。要するにベロネーゼは現実的な問題としてまた完璧な構図を作るために余った空間を埋める必要性からこれらの人物を描いたのであった。またベロネーゼは最後の晩餐のイメージを壊さないようにこれらの人物はキリストから かなり距離をとって配置したと述べた。しかし、このように作品を描くことで、ベロネーゼは対抗宗教改革の一環として創設されたトレント公会議に反対した。トレント公会議には、宗教的な芸術作品が従うべき厳格な規則の指南が含まれており、すべての宗教的な芸術作品に純粋に、装飾的、または、 神秘的な要素の追加を控えることを義務付けていた。余った空間を埋めるためという画家の主張は明快だが、これはトレント公会議の規則に違反していた。芸術家の主張は異端新聞書を動かすには至らず、結局3ヶ月以内に絵画を自費で書き直すことを命じられた。これに対し、ベロネーゼは書き直す代わりに題名をレビ家の共演と変更するにとどめた。 この主題は、福音書のエピソードではあるが、競技的に中心的なものではない。ベロネーゼは海外にも、名文を追加して諮問との関連を削除し、代わりに作品をレビューと結びつけた。その後、異端新聞書はそれ以上何も言ってこなかった。この時の裁判記録は今なお現存しており、利用可能である。1697年。 サンティジョバンニエパオロ聖堂の食堂が再び火事で破壊されたため、ガフは三つに切断されて丸められた。おそらく画面にある多くの小さな亀裂はこの時に生じた。さらに画面最上部のアーチの上のエンタブラチアと画面下の帯が失われた。その後、絵画は三つに分かれたまま修復され、ジャコモ・ピアッツェッタが新たに建設した食堂で飾られた。 失われた部分を含む完全な姿は、ヤン・サーン・レダムのエングレービングによって伝えられている。1782年には、ローマを追われた教皇ピウス六世が、サンティ・ジョバンニエ・パオロ聖堂を訪れており、画家フランチェスコ・ガールディはその時の出来事を、食堂の壁に飾られていた、レビケの共演の姿と共に描いている。絵画は1 7十七年に、フランス人によって略奪され、 パリに運ばれた後修復を受けさた。絵画は洗浄され、裏打ちが施され、さらに大幅に塗り直された。絵画がイタリアに返還されたのは1815年のことであり、ベネツィアのアカデミア美術館に収蔵された。その後も1828年に、画家セバスティアーノ・サンティによって修復され、1979年から1983年に、 再び修復された。この時に過去の修復による塗装とニスが除去され、さらに額縁の下に折りたたまれていたキャンバスの端を回復することでわずかにサイズが増加した。現在は美術館の専用の部屋で展示されている。ありがとうございます。